切切切切切切どうもマグニでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。何にも当たってないのにこの音、なんかね当たってる音みたいな感じ聞こえるよね。こう手を振ってる音なのかもしれないね。はい、ということでですね、本日も、やっていきたいと思います。よいしょ、成長したか。よし、まあぼちぼち成長しとるの。いいやないか、いいやないか。どうしようかな。とりあえずね、今日はね家作ろう。もうあの初めての家ってやつですよ。第3話にしてもう家を作っちゃうぞということで、丸石が足りないのか。そうだね、丸石足りないから丸石取りに行くかな。おやすみ。斧を2つ作る、つるはしを1つ作る、つるはしをもう1個ぐらい作っとく。よし、これでいいね。資材をがっつり集めてくるぞ。あ、そうだ、多く木植えるか。こう砂もマジ気になる。よし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 。こういうのが許せないんですよ私は。ね、やってまいりまーす。ショータイム。言ってみました。今さら言ってみました。じゃあ木を集めていきましょう。向こうのかまども持ってくるか。今だったら手持ち持てるしな。よし、行きつつね、木を借りつつ、初期リスのかまど2つを取りに行きましょう。多くの原木が、そうですね、目標は3スタックぐらい欲しいんだけど、あまり取りすぎるとこの辺りがねもうツルツルになっちゃうからね。2スタックを最低目標にして取れるだけ取っていこう。この記念すべき初めてのホラー穴ですかね。ホラー穴っていうのもあれですけど、一応湧き潰ししとこう。ちゃんと種もね集めながらいろいろ物資集めつつ進めていくぞ。あの辺の木もじゃもじゃだから借りに行こうか。ツルツルに、びっくりした。もう音びっくりするわ、もう音が。そういえば今無心に木を買っていて思いついたのだが、バイオームってどうやって調べるの。デバッグが出ないなら今がどこにいるの、どこのバイオームかがわからないよね。まあ特徴から捉えていくしかないのかな。と、俺またこれ迷ってないか。あ、迷ってないな、こっちだな。うん、よし、夜だ、早く行かないとお腹も空き始めた。おやす。あ、今のところ、うん、1スタックと34個取れたので、ね、木はもうこれでいいね。じゃあ続きまして、石をね、集めていきたいんだけども、よいしょ。ほ、あ、いいねいいねいいね。丸石も集めがてら炭も集めていきましょう。石炭、あ、鉄鉄鉄鉄鉄、初めての鉄実績解除みたいなのが一回もまだ出てなくない。勝手に解除されてんのかな。せめて実績解除されましたのさ、あれ出てほしいよな。やる気かよ。ありすぎて損はない。丸石もそこそこに集まったし、なんか夜になってそうな感じもする。あ、鉄だ。今夜になってて上が敵だらけになっていたとしたらベッドで寝るのがすごく一苦労になっちゃうんで、やっぱりそう考えると家必要だよね。敵に襲われない、かつ敵が近くにいても寝れる、そういうぐらいの規模感の家を作っていかないといけないんですよね。なんとか夜になるまでに欲しい材料は集まったな。おい、よし。さあではね、お家作りやっていきたいと思います。せっかくなんでこのね、田んぼ畑あるじゃないですか。畑を最大限に生かした形にしたいと思うんですよね。で、畑一応明かりがあるじゃないですか。湧き潰しされてるんですよ。湧き潰しされている場所なので、ここも最大限に活用していけば、なんていうんですかね、あの敵が入ってこないような、家をね作っていけるんじゃないかと思うわけです。家をどのようにして作っていくのかなんですけど、こういうことだよね、こういうことだよね。そっちはもう庭みたいな感じ。完全にでもフェンスで囲ってしまった方が安全ではあるんですよ。しかもハードモードじゃないですか。おそらくゾンビに扉潰されてしまう可能性があるので、一旦これで伸ばしていこう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15マス伸ばすだから、これで、この中が15マスになるよね。こうして、はい、こうして、はい、でこの中を湧き潰しして、敵が入ってこれないようにすれば、ベッドがね中心部分にあれば、おそらく敵が多少いても眠れるんじゃないかと思うんですよ。おいでですね、ずっと考えていたことがありまして、ここちょっとねまだね緑化してないんであれですけど、ここ全部ね庭として草の道にしていこうと思うんですよね。イメージとしてはこういう感じ。あ、草の道にする音がない。あ、ちっちゃい音聞こえる、こういうことですね。ていうかさ、俺さ草ブロック持ってんだよね、これなんで。あ、
エンダーマンか。でここがまあ中心になるんですよね。ここが中心になるので、中心ここから家に入りますよっていう感じにしていこう。まずは多くの木を取り出しまして、家のサイズ感でいうと1個、うち、これぐらいでいいと思うんだよな、サイズ的に。でこっちもこの1個内側のところ、うん、これがまあ柱になるわけ。4つのね、4つ積みの、はい、これ置いてきます。あー、このシフトの操作感も今回統合版で初めて、こういうあの操作しましたが、違和感なくできるね。ただシフトのこうシフトしてこう動く時のスピードちょっと遅いかもしんない。こんなもんだったかな。いや、ワンテンポ遅いぞ、 Java 版と比べると。これとそう速度変わんないんじゃない。斜めと、斜めだと早かったんですよね、 Java 版だとね。斜め置きちょっと早いような気もしないでもないぐらいの。こう内側にね、こう一個骨格を作っていくことで、建築自体に肉厚を持たせる、そういう手法を使いたいと思います。そうすることでね、あの壁に使うあのブロックを減らせるんですよ。ちょっとこう1マス中に入れることで、もうそこはもう豆腐建築じゃありませんからね。豆腐からの卒業、いつの頃からやっぱ豆腐建築はダメみたいな、なんかそういうあれで風潮にねなりつつあったのが、まあちょっとね寂しくもあるんですけど。でこの階段を取り出しまして、こういうところにねあの装飾していってあげるといいんですけど、今回はそれはせずに、上だな、次は上だな。でこの周りをね階段で囲っていこう。そしてもうこれ上は湧かなくなったので一旦まあ降りましょうね。あとはあの階段つけていくんで、2階に登れるようにして2階で寝るつもりでいるんでね。おやっすー。入り口としては、こちら側かと思うんですよ。なんでかっていうと、こっち初期リスなんですよね。で初期リスからの行き来を多分すると思うので、入り口は多分ここ正規の入り口はここが入り口ですよ感を、しっかりと出していきたい。囲っちゃおう枠を。砂もらっとこうか。なんかね暖かくなるね、レンガがあるとすごく。ブロック照明的なのがあればここに置いてもよかったんだけど、それはないので、ここはダデン。だから本当はねここも全部ね、囲ってしまってもいいんですけどね、その方が安全か。もうあの家畜所作れるぐらいもうあるぜこれ、十分。ほらかなり増えたでしょ。こうじゃあもう取り外してしまいましょう。でここに置いてあるやつもね全部中に入れるので、私が思い描いた通りの形にも今なってきております。あとはこれ上にどうやって上がるかですね。でまあ単純に窓にしてしまう。あーなるほどなるほど、こんな感じなのか。さあ残すところ多くがもう多くの原木が32個になっちゃってるので、ここからはかなり慎重に作っていかないと、足りなくなるぞ。おやすみなさい。ドッドドンじゃないよ。もうここも扉にしちゃうかな。で扉での行き来にする。よし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 、ええやないか、ええやないか、ええやないか。周りを全部草の道にする。そうするとハードでもソフトでもハードで、はい、ここが侵食するまで待って全部草の道回りしたいと思います。こう入り口から一番遠いところ、この辺りを開けて、まあこういう感じが一番自然なんじゃないかと。で上がる。でこれでいいと思うんだよね。お腹空いてきたので小麦でねパンを作ってみました。おー、農業が生きてきた、初めて農業が生きてきた。これで、無駄な摂取をしなくて済むね。おー、やっぱり一回軌道に乗ると早い。うん、育つのも早い、育つのも早く感じるね。よいしょ。おやす。なんか夜になると早くないですか。でっでっじゃなくて、これ邪魔だ、ごめん、取るわ。ん、雨だ、初めての雨だ。雨だから何かできる。あ、釣りか。釣りっつってもな、釣り竿作れるっちゃ作れるんだけど、今はそれより優先するべきことがあるだろ。そうだ、建築だ。で、また改めて植林場を作るんですけど、
近くでもね多くが枯れるように植えておこう。ああもう一個生えた。おやすみ。寝て起きるとやはり雨は上がるんだな。そこもジャバ版と一緒だね。うわ育ってる。やばい軌道に乗り始めた。平和だ。ああ手手手手手手手食べる手食べる手初めて見たぞ俺。でああ落ちちゃった。これでね、2階が完成いたしましたね皆さん。ついに第3面に突入しましたよ14個ずつ増えてってる感じになってるから、まだね全部育っていくともうちょっと効率よくなっていくはずなんで、よいしょ。はい、では完成の家皆さんに見ていただいて今日は終わろうかね。さあ外出まして、上の方から高みの見物と決め込みましょう。いくよ、よいしょ。おーほほほほ。じゃあここでスクリーンショット撮るかな。スクショ、これちょっと待って、おいお前らちょっとどけこの野郎。おい、じゃあ遠くからも1枚撮っとくかな。パシどうですか、完成しました。お家、寝るためだけのお家といっても過言ではないですね。いやそうだ、最後にこの荷物中入れちゃうか。ここの1階にね、この辺をね1階に入れちゃおう。ちょいと面白いこと思いついたぞ。面白くもなんともないんだが、作業台をもうすでに埋め込もう。ここにどうだい。ほっ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 、いいじゃん。ここ湧くじゃんね、これ湧くじゃんね。湧きそうではあるな。どうなんだろう。やばいやばい、敵湧いてる敵湧いてる敵湧いてる。よっしゃ、ちょっと待ってちょっと待って。まあ僕がいる周りは湧きづらいんでしょうけど。おやすおやす、おい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 。よーし燃えとるね。よしよしよし、守られてるね。よっしゃ、つうわけでこの辺で終わるか今日は。どうだどうだ、いい感じだろう。ってことで、コメント見ていきましょうかね。お弓ゲットしたぞ。やった。いや衝撃ってなんだよかわいそうに、お前がそこにいて後から木が生えてきたパターンだな。かわいそうに。はっはっはっは。はあ、これが本当にハードなのかい。私にはいいじゃん。泡噴水初めて見たって聞いたらね、はいと答えてください。そうですよね、私も初めて見ましたもん。自分で作ってなんですが、宿題みんなどう？社会しか持ってない宿題ってことはやっぱ今冬休みみたいな感じなのかな。今は始めたばっかりなんで、皆様のご意見をね聞きながらどんどん形スタイル変えていきたいと思います。お誕生日のこともあるし、そうですね、シーズン1だったらね、マグロ大名人っていうのもやってたし、あと米見をね、冒頭に持ってくるとか、まあ、その辺の話もあると思うので、はい、ぼしぼし皆様の、コメントを参考にしてやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ほな